小がたの貴族は、木蓮家の族の一つ。俗名は、フィレンツェの植物学者、ピエール・アントニオ・ミケイリの名前にちなんで名付けられた。和名の小がたは、小根から転化したとする説がある。四十五種の落葉性か常緑性の低木、または直立性の高木からなる。樹幹は円形に枝を広げ、葉は、皮質で五星、または、螺旋状につく。 夏に芳香のある花が脇生する。インド、スリランカなどの熱帯アジアやヒマラヤから中国、アジアの南東地域にかけての紅葉樹林に自生する。日本にはオガタマノキ一種が自生する。多くの種で木蓮に似た花が咲くため、そのために栽培されることが多い。反対感性か非対感性のため、構想のある地域では温室で育てられる。それ以外の地域では、 花壇や森林の中で植栽される。日本では小間の木が神社の境内に植栽されている。また、榊の代わりとして神事で用いられる。ミキリア・エル・トロピコス、山田晴美、園芸植物学名辞典小学館、1975年10月、208ページ、ありがとうございます。